はい、どうも皆さん、こんにちは。えずこです。それでは今回なんですけども、松本清志で D 払いプラス D ポイントカード提示で20%還元キャンペーンということで、今回は松本清志と D 払いのお得なキャンペーン情報についてですね。今回は D 払いのキャンペーンの他に、D ポイントや松木はアプリを使ったお得な参加方法もありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回はこちらのキャンペーンですね。松本清志 D ポイントカード提示 &D 払いご利用で20、20%D ポイント還元というキャンペーンですね。で、こちらのキャンペーンなんですけども、エントリーの期間はすでに始まっておりまして、キャンペーンの期間は1月の20日本日からスタートしまして、なんと2月の15日月曜日までの約、まあ、1ヶ月弱ぐらいのキャンペーンとなってます。で、今回は松本清志以外にも、松本清志グループの対象店舗でも対象となります。松本清志以外にも、薬のラブ、紙面 ドドララッッグ、グ、薬薬局、局パパス緑薬局、こういったところが対象と。ですけども、気をつけてほしいのは、この対象外店舗もしっかりとあります。今出てる松本清志は、この対象外のお店となってますんで、まあ大体よく見かけるような、こう、モールにあるような松本清志が対象外っぽいような感じですね。なので、ここは気をつけてください。 で、もう一つ大事なところがあるんですけども、この20%還元の D ポイントをもらうためには、ちゃんとした条件があります。まずは、お会計の前に必ず D ポイントカードの提示を行ってください。まあ、D ポイントカードであれば、普通の D ポイントカード以外にも D カードゴールド、D カード、D カードプリペイド、こういった時の D ポイントカードでもいいですし、モバイル D ポイントカードでも大丈夫です。で、それを提示した上で、ここで D バレー決済を行うと。そしたら、今回の20%還元を受けることができますんで、必ずこれは、ちゃんと行ってください。 はい、まマツキオってね本当マツキオのポイントカードを出したりとか D ポイントカードを出したりとか何かと忙しいんですけども必ずこの手順を踏んでくださいで残りの細かいところですねまずはこのキャンペーンエントリーが必須となってますんでもう今のうちにやっちゃいましょう で、付与される上限なんですけども、1回の決済で500ポイントまで、で、期間中トータルで1000ポイントまでが還元されます。なので、1回のお買い物で2500円までお買い物したら上限の500ポイントに到達して、期間中トータルの1000ポイントに到達するためには、期間中合計で5000円分利用したら上限に到達するということですね。なので、2500円を2回すれば上限に到達するっていう感じで大丈夫です。 で、付与されるポイントなんですけども、D ポイントの期間用途限定ということですので、よくお伝えしているローソンのお試し会見であったりとか、D 払いのポイント払いで消化したりとか、あと毎月、本日が20日なんですけども、20日の D ショッピングデーっていうのは結構お得なので、そういった時に使えばいいのかなというふうに思います。で、付与される日程なんですけども、2021年の3月以降順次付与されるので、まあ忘れた頃に付与されるかなと。で、D 払いの対象の支払い方法なんですけども、電話料金合算払いとか、クレジットカードの D カード、そして口座払い、こういった方法で D 払い決済を行うと今回の還元の対象となりますですけども D カード以外のクレジットカードをセットして決済したりとかあとは D カードプリペイドそして D ポイントの利用の際は還元の対象外となりますのでここは気をつけてくださいであと補足なんですけどもお酒とかタバコは対象となりましてポサカードですとか調剤等一部対象外の商品というのがありますんでまあ、ここは気をつけてくださいそしてマツキオといえばねクーポンがまあよく出ると思うんですけどもクーポン利用する際はクーポン利用後のお買い上げ 金額が対象となりますので、それを分かった上で、上限とかに気をつけて、お買い物するのがいいのかなという風に思います。以上が20%還元のキャンペーンについてでした。 で、続きましては、今回のこのキャンペーンと合わせてこれを使ったら結構お得かなということで、こちらのキャンペーンも紹介します。ポイントボーナスチケットというものなんですけども、総額150万 D ポイントプレゼントキャンペーンというのが今現在開催中でございます。このキャンペーン大きく2つ分かれております。このポイントボーナスチケットというところに、ログインした方の中から抽選で2000名様に500ポイントがプレゼントされるということと、松本清の対象チケット商品ご購入で50万ポイント山分け という、こういった2つのキャンペーンが開催されます。 ま、これ開催されてる状況なんですけども、2月2日まであるので、ま、この1月いっぱいで利用するのがいいのかなというふうに思いますね。ちなみに、このポイントボーナスチケットっていうサービスは、ここに書いてる通り、コンビニ、スーパー、薬局など、いつものお買い物でもらえる D ポイントに加えて、さらにお得なポイントボーナスがもらえるサービスとなるということになっております。ま、普段からね、利用されてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです。で、使い方も結構シンプルで、ま、このポイントボーナスチケットっていうこのサイトにですね、ま、掲載されてる商品のチケットっていうのを選択することができ んですけどもそれを選択して指定された店舗で D ポイントカードを提示した上で商品を購入することで チケットトに表示されている D ポイントが獲得で、きるとといいううササーーービビスススななっっててますす地味にここのののお得んででよねポイントトボーナスチケットっていうのはでそのポイントボーナスチケットが今総額150万ポイントプレゼントキャンペーンというのがあるんですけどもそのキャンペーンの一つ目が先ほどもお伝えしたログインした方の中から抽選で2000名様に500ポイントプレゼントというものになってますで、内容なんですけども期間中にポイントボーナスチケットサイトにログインをしてチケット選択画面を閲覧された方の中から抽選で2000名様に D ポイント500ポイント期間 限定をプレゼントいたしますチケット選択画面の閲覧には DE アカウントと D ポイントカードの登録が必要ですということですねちなみにこのログインってどこからすればいいのかという話なんですけどももうここにですね早速ログインするという項目があるんで今はちょっと行わないんですけどもここからログインすれば大丈夫ですで、これが一つ目のキャンペーンで次二つ目ですね 松本清の対象商品を購入した方に50万ポイント山分けというものがあります。で、この期間中にポイントボーナスチケットサイト上に掲載されている松本清の商品をチケットを選択して、店舗でチケットを選択した商品を一つご購入の方に D ポイント50万ポイント期間用途限定を山分けしてプレゼントいたしますということですね。で、この山分けのキャンペーンなんですけども、お一人様最大100ポイントまでとなってます。で、このキャンペーン自体の応募が50万人を上回った場合 一律1ポイントを申請しますとということで,すので、すすののででととりあえず参加してみる感でいいいいかなという,ふうに思いますねでこのキャンペーンの特定の申請予定時期ということなんですけども、2021年の4月末までに申請されるということになってます。まあ忘れ、完全に忘れた頃に付与されそうですよね。まあせっかくなんでね、試しにログインしてどんな風になるのか見ていただきたいと思うんですけども、まあこれパソコンなんですけど、パソコンの画面であればここからログインをすると。で、ご自身の D アカウントでログインをかけてください。 ちなみにこれが今出てるのがログインがうまくできた状態の画面となっております。まあ対象の商品っていうのは今回松本清であればこの商品であったりとかこのピーナッツチョコレートこういった商品が対象となってますね。あとここの綿棒も対象となってるんで、もしこの綿棒を購入するときにここのチケットを選択っていうところをクリックしたら、ご覧のようにチケット選択しましたというような状態になってます。で、この後に松清でこの対象の商品を購入する際に D ポイントカードを提示してお買い物をしたら先ほどのキャンペーンに参加し 参加ができるということになりますのでもし参加される際はこちらの手順を参考にした上でぜひ山置キャンペーンとかにも参加してみてくださいということで最後3つ目の松木夫のお得な方法ということなんですけどもまあ松木夫といえばねもうこちら何度もお伝えしているこのアプリですねこれを使えばまあさらにお得に参加することができるんですけどもまずは松木夫の公式のアプリをインストールを行ってログインをしてくださいでこれが今トップページなんですけどもここにですね最大20%オフクーポンが毎日もらえる会員登録で1日2回チャレンジしようということで ここのところで、1日2回までルーレットを回すことができます。で、当たるクーポンなんですけども、ご覧のユニットはなってます。A 賞、B 賞、C 賞となってまして、それぞれね、かなりお得なクーポンとなってまして、 どんなものが当たるのか見ていただきたいと思うんですけども、その時にまずルーレットを回すというところをタップしていただくと、ルーレットが回りまして、まあ僕1回目は残念と失敗だったんですけども、2回目に無事、C 賞が当たりました。C 賞が10%オフクーポンということですので、どこにそれが入ってるのかと言いますと、このトップページから左下にクーポンというタブがあるので、ここをタップします。 先ほどゲットした10%オフのクーポンが一番上に出てますね。で、実際にタップしたらご覧のようにとなってます。ゲームクーポン、シーショということで、医薬品であれば10%、化粧品、日用品は10%、そして食品は5%オフ。で、期間中1回限りということですので、まあ、使い方としたらもうお店に行く直前とかでルーレット回すぐらいがいいのかなと思います。まあ、若干ね、マツキよってこういうアプリとかクーポンのサービスがあるので、商品が若干高かったりする時があるので、まあ、その時にですね、このクーポンと併用すればかなりお お得にお買い物できるかなと思います。ちなみに利用する際はですね、レジのところで多分店員さんに聞くとすぐわかると思うんですが、ここの使用するというところをタップしていただければ、クーポン画面が出てきます。最後にまとめです。先ほどお伝えした DE 払い、そして D ポイント松木元清のキャンペーンが本日からスタートします。で、1月いっぱいとかであれば、先ほどお伝えしたね、ポイントボーナスチケットと併用すればお得かなと思います。で、そして3つ目、松木元清のアプリ。まあ、これは来店当日にルーレットを回すことを僕はお勧めします。以上が松木用に行く際のお得 な方法とといいうことで3つ紹介させていただきましたまあ、そんなこんなで今回は松本清志 D ポイントカードを提示して D 払い決済すると20%還元について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。 確か a u p イが20%還元キャンペーンが来月ドラッグストアも対象になるので、まあそれが松木用が対象になるかどうかわかんないんですけども、まあそれが始まるまでの間にこのキャンペーンに参加してもいいと思いますし、まあ今のうちにね、このキャンペーンを利用して、まあ消耗品、生活消耗品を購入しておくのもいいのかなというふうに思います。 一応ですね、まあ、D バレーほとんどの方がインストールされてると思うんですけども、念のためキャンペーンのリンク、プラス D バレーにインストールリンクも下の概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございます。 ま、これ先日ですね、ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、あの、ウーバーイーツに似てるようなデリバリーサービスで、ディディフードっていうのがですね、本日、福岡にまあ上陸しまして、本日からサービスが開始しました。ま、これが結構今お得なキャンペーンやってまして、ま、このディディフードっていうのが、もともと2020年10月現在であれば、大阪であればかなり対応してたんですけども、それが2021年1月、ま、本日からですね、1月の20日からサービスが開始しまして、福岡市とか、春日市とか、大野城市とか、そういったところでも対応 してます。ですけどもまあ、一部の地域は除くということですので、もしかするとこの地域に住んでても対応してない場合があるので気をつけてください。まあ、かなりね。ローカルな情報にはなるんですけども。今インストールをすることで、最大でまあ5000円分までのクーポンをゲットすることができます。まあ、500円のクーポンが数枚あったりとか、あと1500円のクーポンがあったりします。僕もね。今インストールしてみてまあ、びっくりしてます。こんなにお得なクーポンもらえるんだと思ってで、さらにちょっとお得にですね。クーポンもらう方法があるんですが、ここのクーポン管理画面のところでクーポンを引き換えっていう項目があります。そうする とクーポンコードを入力の画面が出てくるんですけども、ここの入力項目で、これは僕の招待コードなんですけども、このフード -yslnd5 というのをですね、入力していただいたら、さらにここから500円分のクーポンとかゲットすることができますんで、もし福岡の対象の地域に住まれている方はですね、試しにデディフードを利用してみるのも結構面白いのかなというふうに思います。まあこちらもですね、概要欄に僕の招待コードとインストールリンク貼ってますんで、こちらも気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、ありがとうございました。